聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。北東北編第4話お届けします。現在地は前回の第3話に引き続き青森県弘前市の JR 弘前駅の3番ホーム。前回のエンディングで予告もした通り、今回は五能線の観光列車リゾート白神に乗ります。今回リゾート白神4号に乗車するんですけれども、3番ホームに入線するそうです。前回乗った観光列車が長野県内を運行しているリゾートビューふるさとなんですけれども、車両は同じ HBE300系 使っているそうです。外観と内装が別物になっていると聞いてます。間違っていたらコメント欄の方で穏便に教えていただければ幸いです。精一杯楽しんでいただけるように観光列車による鉄道旅行をお見せしたいと思っていますので、どうぞ最後までご覧ください。久しぶりの観光列車です。再生リスト観光列車で楽しむ旅行記の新たな一本として仲間に加わりますので、過去に配信した観光列車も含めて楽しんでいただければと思います。それではリゾート白神による観光列車の旅始めたいと思います。今ご覧いただいているのはリゾート白神1号の方です。この車両には乗りません。リゾート白神1号は12時52分出発。リゾート白神1号まもなく出発です。現在の時刻が午後1時50分です。僕が乗るリゾート白神4号は午後2時30分弘前駅を出発します。で、一つ言い忘れていたことがあるんです。今回リゾート白神を利用するにあたって切符を2枚用意しています。全席指定の臨時快速列車なので、一つは指定席券、大人1枚530円必要です。もう一つ、もしかしたらお叱りを受ける案件かもしれないんですが、五能線フリーパスを普通乗車券として利用します。五能線フリーパス買っていきます。お得な切符、五能線フリーパス、明日大人1名5000円入れます。お取り忘れにご注意。買いました。五能線フリーパスは2日間使えるんです。でも次の日、その次の日に五能線を使うことないので、終点の秋田まで行ったら使うことがないんです。1日損してるじゃないってきっと思われるかもしれません。もし間違ってたらお詫びしますが、弘前から秋田までの普通運賃と五能線フリーパスとどっちが安いのって調べた結果、1日分無駄にしますが、五能線フリーパスの方がお得だっていうことが分かったので購入することにしました。はっきり申し上げて、リゾート白神のことはあまり詳しく存じませんが、だからこそこの観光列車の旅、もっともっと楽しんでいただけるようにしようと思います。では乗車します。すごい、こんな席があるんですね。素敵素敵。ツリーってこれのことなんですね。もう間もなく出発です。午後2時31分リゾート白神4号弘前駅を出発しました。これから五能線を満喫する鉄道旅行が始まります。どんな感動体験が待っているんでしょうか。ぜひ一緒に楽しんでください。予約した席はここです。割と奥行きもあって、しかもカラフルな座席のデザインが旅行の楽しみの幅を広げてくれるような気がします。外の風景も綺麗です。2022年11月に乗車利用した車両と同系列ということで、今いる3号車の車内にはモニターが3つあります。14時43分です。7分ほど停車するそうです。ここから反対になるみたいです。川辺
駅で停車した理由は、これから先頭車両の方で津軽弁による流し語りが始まるそうなので、この2人目さんたちが乗り込む時間を確保するための7分間の停車みたいです。ゆっくり拝聴しようと思います。午後2時43分、リゾート白神4号川辺駅を出発しました。前に乗ったリゾート系フルサンドはアテンダントさんがいらっしゃったんですけど、青池熊ゲラに関してはわからないんですけど、リゾート白神ルナの車両にはアテンダントさんいなくて、会計はすべてレジマネーによるセルフレジみたいですね。せっかくなんで何か一つ買っていこうと思います。喉が渇いてくるんで、多いお茶140円、多分ドラ焼きだと思うんですけど、モクドラが310円、クレジットカードで支払いました。さっき紹介したモクドラ、中身こんな感じになってます。早速食べてみようと思います。何か五所川原のホームに入ったようです。あちらに見えるのは五所川原駅の改札です。青森三大ねぶたの名所五所川原、初めて来ました。前回配信の北東北編第3話で津軽藩ねぶた村訪ねました。これが津軽鉄道さんのホームのようです。というわけで五所川原駅を出発しました。なんだろう、あの盛り土みたいな、いやあれは縄文遺跡かなんかなんですか、ね、住宅街の向こうに見えるあの山、頂に向かって鋭く伸びたあの山、すごく綺麗です。到着しました。この駅ちょっと目を凝らしているのと、木造り未来につなぐ縄文ということで、そういう駅みたいです。公園に縄文式の屋根式住居ですよ。この天然風景もなかなかに綺麗だな。ちょうど田植えの時期ですもんね。500円、やっと買いました。リゾート白神に乗ったら買っておこうと思って念願叶いました。五所川原から深浦の間でしか買えない、非常に珍しく希少性の高い商品です。これはあんこの中にリンゴが練り込んであるリンゴどら焼き。開けてみます。中身はこんなにます。なかなか見づらいと思うんですけど、色がリンゴ色になっています。リンゴの食感を楽しみながらラジオをやっているアップになっています。もう一種類開けてみますね。ここから開けてこうなります。分かりづらいかもしれないんですけど、さっきのものよりも赤みが強くなっている気がするんです。食べてみます。
前のものが劣っているわけではないんですけど、より深みがあるリンゴの味がします。鰺ヶ沢駅到着しました。もう出発してしまいますが、鰺ヶ沢町津軽藩発祥の地なんだそうです。鰺ヶ沢から80キロ日本海に沿って伊豆としながら走行するということで、あちらに日本海が見えてます。それまでには戻りたいと思います。この景色最強じゃないですか。しかも千畳敷の駅から徒歩で1分かからない場所です。月並みな言い方ですが、これは本当にやばいです。ちなみに千畳敷駅で注意事項があります。それは駅のホームがすぐ道路なんです。手を挙げて渡らないと危険だということです。出発まで残り2分になりましたので車両に戻ります。出発を知らせる汽笛が鳴りました。ほんの数分間でしたけど、たくさんの感動を与えてくれた千畳敷駅、もうすぐ出発します。千畳敷駅出発しました。すごいですよ。向こう側に日本海が長く広がってる。4号のスピードがちょっと下がりました。名前はわからないんですけど、この海岸五能線の中で一番景観のいい海岸なんだそうです。まもなく深浦です。海を越えてあの山の向こうに世界遺産白神山地が広がっているそうです。もうすぐトンネルが見えてくるそうなんですけど、トンネルを抜けたら秋田県に入るみたいです。夕日が綺麗です。とうとう秋田県に入りました。今岩立駅に着いたみたいです。松原とバスケの町の城に着きました。一番線の方にバスケットゴール本当にありました。あ、でも陸橋を越えないとこれは無理です。すぐ動いてしまうっていうことらしいんで諦めます。ご乗車ありがとうございました。まもなく東の城到着です。東の城から進行方向を変わりまして1号車線として運転いたします。東の城18時6分の発車です。6分ほど停車いたします。あと1時間で秋田駅に到着します。あっという間にリゾート白神の鉄道旅行が終わろうとしています。
東の城到着です。座席の向きが変わりました。もう間もなく東の城駅出発です。ということで東の城駅出発です。あと指で数えることも停車駅になってしまいました。向かいのホームに人影は見えないです。次郎潟駅も出発です。今秋田駅のホーム入りました。午後7時秋田駅到着しました。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。必ずしも満足していただける内容ではなかったかもしれません。説明不足の点、こういう風に見せて欲しかったのにっていう風に思われる点もあったかもしれないんですが、少しでもリゾート白神乗ってみようかなというきっかけの一つになってくれればとても嬉しく思います。次回の北東北編第5話は、秋田県の山あいの方に道の駅の小京都、角の館、ご存知の方も多いと思います。この秋田駅を出発地として角の館で探索をしようと思っております。次回の配信もお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。